皆さんもジャリットです。今回ですね、毎週やらせていただきます今期2020年夏アニメ海外人気各ランキングトップ10やっていきたいと思います。というわけで、今回第3週目ですね、ランキングトップ10ということで、いつもより全部で3サイトですね、アニメトレンディングさん、アニメコーナーさん、アニメトリックさん、それぞれ、ね、サイトのトップ10をね、いつもの順番に紹介していきたいと思います。まずね、前回までの動画とかね、いわゆるリンク貼っておきますし、また海外評価ランキング、開幕してランキングっていう、マイミリスさん、マルさんを参考にした、ランキングに関してもね、また今週中にぐらいにはね、あげようかと思ってます。ぜひね、そちらも合わせてチェックいただけます。大変嬉しいです。という形でね、第3週目のランキング、まずアニメトレンディングさんから紹介していきたいと思います。ではまずですね、今週のアニメトレンディングさんトップ10が、こちらということですね。アニメトレンディングさんに関しては第2週目ということで、前回はね、なんと妖術が1位ということで、おーと、なかなか驚いてたわけなんですけども、来ました。リコリスリコイル1位もうね、もう当然と言いたいぐらいのね、リコリスリコイルは本当に素晴らしいですから。で、まあこれ4話まで評価入ってるかな、期間が7月17日から24日前ですね。まあ、リコリコはもうものすごい回でしたよ。はい。まあ、これが1位になりました。で、妖術2期2位というこれ。いやー、あっぱれですね。ほんと、妖術すごいですね。もう海外人気に関してもですね。うん。夜更かしの歌が2週連続で3位と。で、エンゲージキス1ランク上がって4位。で、第5位。1ランクダウンも、連れかのが5位と。で、第6位。オーバーロード2週連続6位。で、第7位が、働く魔王様2期か。2ランクアップ7位。で、第8位。1ランクダウンも、メイドインアビス2期が第8位。そして、組長娘と世話係がね、第9位で初ランクインということで、いや、これも素晴らしい作品ですから、これどんどん、こういうのは出会いもそうですけど、なかなか海外で評価されづらいっていうのがあるんで、やっぱどんどん海外でも評価されていってほしいなってすごい思いますよね。で、第10位、それあゆというこうね、やっぱ前回も話させていただきました、アニメトレンディングさん、やっぱラブコメがね、すごい毎回強くて、毎回ランクインしてるなって印象あるんですけど、それあゆとかね、もっとやっぱね、笑い合ってほしいなっていうのはすごい思ってますしね、まあ、連れかのは、まあ、賛否かなり分かれてて、今回のね、最新話とかも3話もどうやってさも賛否分かれるだろうなと思いながら見てましたけれどもね、まあ、第5位というこれ海外人気非常にあるのかなっていうところですよね。いや、妖術人気は、まあ、まあ3話はね、まあ、かなり、まあ作画に関してはね、しっかり持ち直してましたし、話も盛り上がってきたところなのかなというところでしたね。まあまあこれはまあ妥当といえば妥当なのかなというところですけれどもね。いや、リコリスリコイルが1位に上がってきたと。で、前回話してたんですけども、サマレンとかなんでランクインしないんじゃみたいな話をしてたら、コメント欄で教えていただきまして大変ありがとうございます。詳細の方、このなんか表には載ってないんですよ。表にはなんか連続に来るもの、2クルメ載ってなくてなんでやねんって感じじゃない。で、開くと、詳細みたいなところに載ってるんですよ。で、なんか白い感じで載ってて、で、サマレン2クルメ、第3位入ってます。で、青足11位、カッコ14位という感じ。ちょっとこれ一応ちょっと口頭ベースになっちゃいますけれども、紹介していこう。サマレン15はもうものすごく神回列車だからね、むしろなんでこれ1位じゃないかって感じなんですけど、まあ多分、2クルメだからっていうのは多分あるんでしょうね。で、海外ってこう独占配信のところどうなってるのかちょっとなんか最近疑問に思ってきたんですけれども、まあまあそういうやっぱね、その見てる方の数っていうのもちょっと影響があるのかなって。リコリスリコイルは本当もう今やばい勢いで視聴者数が増えてるっていう話はもうすごい聞いてますし、データとしてもよく見ますからね。まあまあこれ1位はもう妥当というか、もう個人的にもめちゃくちゃ嬉しいし、でラブコメとかが人気っていうこのアニメトレンディングの中でやっぱもうキャラの可愛さとんでもないですから、そういう面でまあまあ1位まあそうなるよねっていう感じはしてますね。で、異世界おじさんがね、ランク入ってないんですよね。マジかって感じなんですけど、サンバあんなおもろかったのにね。異世界おじさん何位になってんの？異世界おじさん13位か、違う。いやー、おかしいな。2話はね、なんかちょっと海外に伝わらんかもなとか思ってましたけれども。あ、そうか、前回のでも入ってないのか、ランクね。いやー、おかしいですね、これはね。まあまあ、サイトごとにいろいろ特色もありますけどもね。リコリスリコール1位と、で、妖術2位というかね、はい、リコリコ1位で私は嬉しいですと。以上、アニメトレンディングの、ね、紹介は以上となりまして、続いて、アニメコーナーさんの紹介ですね、ランキングトップ10、第3週目がこちらということで、リコリスリコール1位やりましたね。嬉しいですね。これはね、もうリコリコファンにとってはたまらんと、私もめちゃくちゃ押させていただいてますし、すごい楽しませていただいてる。まあ、本日もやっぱ今んとこ円盤買う候補は1番ですわ。まあ、4話もすごかったっすよね。で、まあアニメコーナーさんはね、ずっとリコリスリコールが1位ですね。そりゃ3話ね、これ1位になるわ、なる以外ってどう、3話が1位なんだから何が1位になるんやって感じのね、3話ほんと素晴らしかったですから、まあ1位というね。で、2位、異世界王子さん。こっ
チはしっかり評価されてますね。2ランク上がって第2位、今期の中でもね、まあ、非常にやっぱ評価されているこの新作めちゃくちゃ盛り上がってます。リコリスリコールと伊勢川内さんが1位2位という、まあ日本って結構評価2回やってるかな、この作品に関してね。オーバーロード4期が3位ということで、両立2期4位、この続編タイトルやっぱ強いですよね。なんかアニメコーナーさん結構日本寄りな評価のイメージがなんか出てきますね、最近見てると。うん、で、ツレカの強くないつれかのはなんか国内はなんかすごいね、私は受け付けませんでした、僕は楽しんでますってもうなんか毎日のようにその賛否の声を聞いてて、私はね、原作ファンですね、非常に楽しませていただいたけど、3話はちょっと夏が思いながら見てましたけど、まあまあめでたいですね。はい、で、夜更かしのだちょっと3ランク下がっちゃいましたね、6位と。で、ただね、エンゲージキスがね、5ランク上がって入ってきましたよ、でね、エンゲージキス。でもこの作品はめちゃくちゃ作画もいいですからね、海外で評価されやすいタイプなのかなって思いますよね。キャラも可愛いですし、やっぱ話としてもやっぱ2話からどんどん面白くなってきてるんで、ここはやっぱ評価されてほしいなっていうところですよね。第8位サマータイムリーナ、こっちはしっかり入ってます、アニメコーナーね。で、第9位それでも歩まよせてくる、いいですね。アニメトレンディングってアニメコーナーもね、4ランク上がって入ってきましたよ、今回トップ10。これ非常に嬉しいところです。で、そして、組長娘の世話上がりランクインしてきたというこうね、いや、だんだん世界が気づき始めてるかもしれません。この辺の先の予算にね、素晴らしいですよ。で、今回ね、アニメコーナーさん 23,139 回答というこうで、前回のさらに増えてるかなというところで、どんどんなんかアニメコーナーも登録数が増えてますねっていうところですけれどもね。3週連続リコリスリコリ1位、伊勢川内さんも上がってきて、非常に盛り上がってきて、やった世界、おめでとうございます。両立2期もでも4ランク上がってるから、まあ、これはやっぱね、その3話の盛り上がりに乗じて上がってるのかなというのもありますけど、さすがなというところでございます。はい。そしてラストですね、アニメトリックスさんのランキングトップ10紹介して以上としてあります。今回ね、3週目のアニメトリックスさんのランキングがこちらというところで、オーバーロード4期がね、1位になりました、ついにという項で。メイドヤビス2期がね、2週連続、アニメトリックさんは1位になってて、で、まぁ、ちょっと順位変わんじゃねえのかみたいな話を前回予想としてしてたんですけれども、やっぱね、スコア的に結構なんか、1週目のアニメトリックさんってもう、メイドインヤビスがもうめちゃくちゃダントツだったんですよ。で、2週目ちょっと差が縮まったんですね。で、ちょっとだいぶ縮まってて、これ逆転するんじゃないかって、まぁ、逆転しましたね。オバロ4期3位、1位か。ちょっと見た方がいいような気がして。今から、追いつきますか？すごい評判いいです。ちょっと見た方がいいような気がしてきたんだ、これね。オーバーロ4期に関しては。はい。ね、2期の序盤で切ってしまってた話はもういろんな動画でしてるんですけどもね。はい。で、メイドインアビス2期。まあ2位ですけどね。まあ3は、まあでも1、まあまあまあ、でも僅差ですからね。で、リコリスリコイル上がってきました。これ、やばいね。これもう2988ポイントですから、もうこれ、来週あたり全部1位なんじゃないか。いや、リコリスリコールね、国内でも爆発的人気増してますが、海外の方が早いかもしれない、人気上がるのはね。というところで。いやー、来ましたねー。まあ、3もめちゃくちゃ良かった。4もめちゃくちゃ良かったんで、これは順位もさらに上がるかもしれないね。アビス抜いて、次回リコリスリコール2位か。まあ、オバロ4期はどうなのかによりますけどもね。というところで。両立人気もね、盛り上がってますね。第4位ということで。やっぱ両立も海外人気やべえっすね。うん。で、なんか、昨日3期、世代会社ホワイトオークスになるかもとか言うなんか情報聞いたんですけど、なんかウィキペディに一瞬載ってたらしいですね。でもなんかまあ多分、めちゃくちゃ非公式な情報なんで全くわからんですけども、まあ、ラルケさんね。まあ、3は、まあ、大丈夫だったかな、サッカーと思います。ちょっと、話としてもやっぱね、ちょっと、アニメ勢的に、まあ、正直ついていけなくなってきたのもあるんで、ちょっと、そこもお願いしたいし、ちょっと3は、ちょっと思ったよりエグかったですね、マジで。夜更かしのまた、ワンランクダウンもね、5位という。夜更かしも安定してやっぱ人気はありますよね。第6位、異世界王子さん。こっちはしっかり入ってますね。でも、第6位か。うん、まあまあ、まあまあ、でも、まあ、しっかりトップ10に入ってますけどね。で、サマレンもワンランク上がって、第7位と。サマレン14話か。次が15話っすか。あー、これは順位さらに上がるでしょうね、これはね。はい。アドラクマオ様、2期がね、5ランク下がって8位という、前回初登場で3位だったのか。っていうところでしたけどね。まあ2話は8位になっちゃいまして。まあでも、とはいえランクにはね、しっかりしてるかな、というところで。アドラクマオ様2期に関しては、あ、そうか、アニメトレンディングはしててかっていうか、アニメコーナーはしてなくてっていう感じですかね。まあ、国内もやっぱなんか思ったよりもなんか盛り上がってないイメージはあるんですけどね、どんどん盛り上がっていってほしいなっていうのは思うんですけど、話としてはここから面白くなっていくといいのかなっていうのは思ってますけどね。うん。第9位、断末かなこれ。断末4期。ね。初登場9位という、これ。断末って海外人気はあんまないのか。なんか、まだ期間に入ってないかもしれないけど、うん。まあ、今回アニメトリックスでようやくランクインと。で、エンゲージキスはトップ10入り。4ランク上がって。エンゲージキスいいんじゃないですか？エンゲージキス。全部ランクインしてんじゃないですか？
いいですね。いや結構ね、多分インキス見てる方、なんか支持してる方も多くて、なんか話的にはリコリス・リコイルおもろいんじゃないね、コメントいただいてるんですよね。で、個人的にはやっぱリコリス・リコイル一番推してるんですけど、新作だとね、特に。インキスもね、やっぱ1話失敗したとはいえ、めちゃくちゃ面白いし、もちろんクオリティもすごい高い A1 ピクチャー、どっちも A1 ピクチャーズさんの作品なんで、やっぱもったいないです。こんないい作品が埋もれるのはもったいないとしか思わんし、やっぱ私、サイカの大大大ファンなので、マルト先生超応援してますから、そのね、サイカの作詞さんがね、このシリーズ構想で脚本も務められてるのは、ね、エンゲージキスですんで、まぁ、ちょっとここは海外人気もどんどん上がってきてほしいなっていうのは思ってますし、やっぱ続編強いですね。やっぱオーバーロード4期に関しても、アビス2期、両日2期、この辺もね、非常に強いなっていうところですけどもね、もうこう、いかに新作が食い込んでくるのも非常に楽しみだし、リコリスイコール、来週は全サイト1、12分にあるのかなって、非常にね、ほんとこういう好きな作品が上位に来るとめちゃくちゃ嬉しいんですけど、楽しみ見たいし。で、異世界おじさんはね、最近の評価が結構分かれてる感じでありますけど、ちょっとね、どんどんこの辺も上がってきてほしいなというのは思ってますし、で、それでもあいまいしてくるとかね、組長娘の強化とか、いいですね。いいですね。はい。でね、青足とか入ってないちょっとね、ちょっと、なんでっていう感じなんですけど、やっぱニクルモとかもきついのかな、にはありますけどもね。この辺の、やっぱその、僕自身も面白いと思ってる先、どんどんね、やっぱ、ランキング上がっていくと嬉しいですし、まあ、やっぱね、また国内とはちょっと違った感じ見ると、それはそれで面白いのかなって思うんで、またね、いろんな先、どんどんね、海外的にもね、世界的にも盛り上がっていくといいのかなっていうのは思ってますが、ひとまず、来週は、ね、リコリス・リコイル参加に行きたいかなというところね、今回の動画は締めたいと思います。今回ご視聴いただき、ありがとうございます。ぜひですね、皆さんの今回ランキングに対する感想とかね、ありましたらぜひコメント欄の方教えていきます。大変嬉しいですし、まあね、海外人気ランキング、冒頭でも言いましたけども、海外評価ランキングとか、あとはまあ今期個人的ランキングも上げてますし、感想動画いろいろね、すでに動画も上げてますので、ね、ぜひね、これを機に、チャンネル登録、高評価もね、していただきます。大変嬉しいです。ということで、今回の動画は締めたいと思います。そうですね、コメントの皆さんご視聴いただき、ありがとうございました。